1968年コペンハーゲン空港。トランスエアスウェーデンのダグラス DC-7B トランスエアスウェーデン AB は1981年まで運航していたスウェーデンのチャーター便専門の航空会社。1978年。ボーイング727から100トランスエアスウェーデンは1950年にノルディスクエアロトランスポート AB として ストックホルムからスウェーデンの他の場所にエアスピードオックスフォード航空機を使って新聞を運ぶ目的で始められた。1953年にダグラス DC-3 の使用が開始され、すぐに名前がトランスエアスウェーデンに変更された。1957年にはカーティスライト C-46 コマンド貨物航空機が導入され、そして 1959年には SAS から購入したダグラス DC-6 が導入された。1965年からは9台のダグラス DC-7B がイースタン航空から購入され、チャーター用及び国連のためのコンゴでの内戦中のフライト用として追加された。SAS のための貨物便がマルメ、コッペンハーゲン、ハンブルク、アムステルダム、 パリなどの都市へと運行を開始した。1967年にボーイング727から134を購入したが、それらはそれほど長くは保たれなかった。しかし、その1年後、トランスエアスウェーデンはスベンスカ・ハンデルス版ンに買収され、再びジェット機を購入するための資金を得ることとなった。その後、間もなく SAS が、 トランスエアスウェーデンの株式の過半数を保有した。そして、会社は独自路線の元飛行を続け、スペイン、カナリア諸島、その立地中海の各地へ観光客を運んだ。1981年に SAS は727をすべて売却し、従業員は SAS へと統合された。ダグラス DC-6、1965年、ジェーダーシュトレムにて、 ありがとうございます。